本日はご多忙の中ご参集いただきまして誠にありがとうございます。ただいまより第8回受給検証委員会を開会いたします。まず私から委員長としまして、ご挨拶申し上げたいと思います。先週開催されました第7回委員会では、この夏の電力需給について委員の皆様からたくさんのご意見をいただき本当にありがとうございました。ご指摘の点につきましては後ほど事務局より説明させますけれども、本日の議論の中で今後につながる有益な示唆が得られればと考えております。また前回は議論に十分な時間が割けませんでしたけれども、これから迎える冬の需給について集中的に議論をさせていただきたいというふうに思っております。本日は道庁をはじめ北海道庁をはじめ関係の方々にヒアリングにお越しいただきました。ぜひ忌憚のないご意見を頂戴できればなと存じます。言うまでもなく、厳しい寒さに見舞われる北海道地区をはじめとして冬季における電気の需給供給は特に重要なライフラインであります。委員の皆様におかれましては本日もあらゆる角度からしっかり検証していただきますようどうぞよろしくお願いを申し上げます。本日ですけれども、秋池さん、上田、そして荻本委員がですね、所用のため途中から出席されるご予定となっております。なお大島委員におきましては現在ロンドンにいらっしゃる関係上インターネットを使ってのご参加という形にさせていただきたいと思っています。大島さんは大丈夫でしょうか。大丈夫です。はい、ありがとうございます。本委員会はお手元の資料に加え議事の様子も広く公開することになっております。議論の様子はインターネット中継をしてございます。委員の皆様におかれましては活発なご議論をどうぞよろしくお願いを申し上げます。また本日はこの冬の電力需給を議論するにあたりヒアリングの関係上北海道庁それから道内の需要家の皆様また各電力会社に冒頭からご参加いただいております。どうぞよろしくお願いを申し上げます。それでは早速議事を始めさせていただきます。最初の議題は先週開催いたしました第7回委員会の指摘事項についてでございます。事務局の方から説明をさせていただきたいと思います。はい。それでは事務局の方から前回委員の皆様にいただいたご指摘に対しての資料のご説明をさせていただきたいと思います。資料1、2、それぞれ1枚書いてございまして、ほとんどのご指摘につきましては別件の資料を用意させていただきましたので、その別件を随時ご紹介